はい、おはようございます。どうもいらっしゃいませ。おはようございます。こちらの放送は喜多方健三三国志を初見朗読する第4回放送でございます。よろしかったらね、ゆるりと聞いていってくださいませということでございます。はい、どうも。そうですよ。僕はお休みでございます。まあ、その分土日に仕事が入ってるんでね、何とも言えませんけどもね まあ、やれる時にやろうというのがこの企画でございますので、まあ、あとはこれからは年末が近いので、まあ、年末休みになったらどうなるんでしょうね。よろしかったらね、作業用 BGM などにね、使っていただければ幸いでございます。さて、それではですね、お話をお借りする本、こちら、喜多方健三三丁、三国志一の巻、天狼の星。こちらの方からね、下見練習等を一切していない初見朗読をやっていきたいと思います。ちょっと失礼、まだ喉がいがらむんでね。画像の方もね、もうちょっと見やすくしたつもりでございます。まあ、ちょっと見慣れない感じとかもあると思いますが、登場人物の画像を大体こんな感じだと把握していただければ幸いでございます。それではですね、読んでいきましょうか。音の方は大丈夫でございましょうかね。どんな展開になるかね。まあ、基本的には三国志がベースでございますけども、今までないような雰囲気もちょっとありますからね。遠縁の誓いがなかったりとか、ちょっと劉備さんがね、なんかキレっぽい性格であったりとかありますけども。はい、音声 OK、 ありがとうございます。ちょっと昨日みたいに延長の失敗なんてこともね、あるかもしれないんで、ちょっとその辺をちょっと気をつけてやっていきたいと思います。延長は？それではですね、やっていきたいと思います。洛陽内外1。最初に耐えきれなくなったのはやはり袁紹だった。家臣は肉屋だったが、名門の袁紹に一目置いていた。袁紹の真似を従っていたとさえ言っていい。董卓にはそれがなかった。名門であろうが何であろうが、自分が絶対という態度である。まず帝を擁したからだ。帝を擁しているがゆえに、洛陽にいた兵のかなりの部分はそれに従った。殺された家臣の軍などすぐに私兵の中に組み入れた。それで最大の兵力を持つようになった。袁紹が歯噛みをしたのは、董卓が凌州から率いてきた軍の規模が言われているほど大きくはなかったということに気づいた時だった。1万に満たない兵だったのだ。気づいた時、董卓は洛陽周辺の兵の多くを傘下に入れ、4万に達していた。1万程度なら自分には無理でも袁紹には十分に対抗できたはずだと曹操は思った。袁紹は機を逸したのである。初めから董卓という男には遠慮などというものはなかった。正円八方位の袁紹や袁術や曹操も配下扱いである。進呈さえ自分の思う通りになると考えているようだった。進呈の弁は、董卓に露骨に侮られるほど暗愚で気骨のかけらさえなかった。何かあるたびに震えて言葉も発することができないという醜態を臣下の前で晒した。それがどうしても董卓の勘に触るようだった。勘に触れば帝の配立さえ考えてしまう。董卓がそこまでの人格だとは曹操は予想していなかった。思った以上に強烈なものを持っている男だ。狡猾でもあった。それはどういう人物をそばへ引き寄せるかを見ているだけでも分かった。
宮中はそういう人の動きをうまく操れるかどうかだった。宴席で董卓が帝の配立の話を始めたとき、正論を持って反対したのは露宿だった。少将、秘書官、秘書官の職にあった。かつて有名を馳せた将軍も世渡りはうまくはなく、出世していなかったが、気骨は失っていなかった。董卓はその場で露宿を殺す素振りを見せ、さすがに周囲の者が何とか押しとどめた。露宿は職を解かれた。かつて巧妙のあった者でも自分に逆らえば殺すという態度をわざわざ示したように曹操には見えた。自分の力を測っている。こうやって力を測り続け、自分が最強だと確信できた時に、董卓は自分の欲望のすべてを解き放つだろう。今、打てる手をすべて打っているという感じがある。領州にいる軍も少しずつ落葉に呼んでいるようだ。領州兵は規律が緩く乱暴だが、戦ではいかにも力を発揮しそうだった。董卓はまた、力があると思った人間を抱き込みにかかってきた。董卓の目にも袁紹の力ははっきり見えたのだろう。何代にもわたる名門中の名門で、近衛軍の一部隊は依然として掌握している。袁紹が洛陽から逃亡したのは、董卓と会談したすぐ後だった。帰化の百騎足らずを連れての出奔だったが、紀州に入ると直ちに兵を集め、三万の軍を作り上げていた。董卓は追撃も難しくなった。さすがに名門の名声だと思ったのだろう。渤海大守に任じ、完全に敵に回すのは避けようとした。袁紹の方は反董卓の姿勢を崩していない。董卓に抱き込まれる者は抱き込まれていった。洛陽を出奔する者も少なくなかった。袁紹の異母弟袁術も南に向けて出奔した。自分のところにもそろそろ抱き込みが来るだろうと曹操は思っていた。曹操もまた近衛軍の一部隊をしっかりと掌握しているのだ。曹操はまた峻厳な軍人の仮面をかぶっていた。自分が掌握している部隊の軍規は実戦中と同じように厳しくし、絶えず訓練もしていた。曹操は袁紹のように耐え難いとは感じなかった。誰かが董卓を殺すかもしれない。それを待っていたのだ。袁紹や袁術がいなければ、混乱が起きた時は、近衛軍は自分につくだろう。それで洛陽を抑えることはできる。事実、何人かが董卓に切りかかり、殺そうとした。そのすべては失敗で、今は董卓に警戒を強めさせるということになった。それでも、どこに暗殺者がいるかはわからないのである。ある日、董卓から呼び出しが来た。近衛軍を任せようと思うが、どうだ？それはまた。曹操はいくつか探りを入れた。洛陽で近衛軍を掌握できれば、自分から動くことも不可能ではなくなる。兵力が8倍になるということなのだ。董卓は北にいる袁紹と南の袁術を気にしているのだった。兵の集まり方を見て、名門の力というものを思い知ったのだろう。しかし、自分の軍を討伐に出せば、洛陽が手薄になる。そこで、近衛軍を討伐に回すことを思いつき、指揮官に曹操を選んだのだった。抜け目がないといえば、全く抜け目がない。暴虐の振る舞いとは結びつかない。おかしな秀逸さだった。董卓は、尊大不尊に構えながら、どこかにまだ怯えを残しているのだろうと曹操は思った。千円八行為の頂点とはちょっと荷が重すぎますな。そんなことはない。お前の指揮する軍は盛況この上ないというではないか。他の近衛軍をまとめる力も十分にあると見た。考える時間はいただけますか？あまり時間はやれん。二日で結構です。
他の近衛軍の内情を把握しておりませんのに、軽々しくお引き受け持っていきません。わかった。できぬとあらば八甲尉の任務を辞してもらう。若く将軍の任たる者が他にいないわけでもないしな。これで董卓は曹操という人間を図ろうとしているのだろう。家族は将にいる。洛陽に身を縛る者は何もない。曹操が迷ったのは単独で洛陽を出奔するか、近衛全軍を率い兵力を要したという形で出るかだった。すぐに決断はついた。近衛全軍を率いるのは危険である。袁紹の討伐軍という格好になるだろうが、監視の人間は必ずつく。他の近衛軍はもともと袁紹や袁術の部下であり、洛陽を出たらすぐに反乱が起きる可能性すらある。赤旗を読んだ。潮時でございますかな。そろそろ出られるか、洛陽。難しいところですが、なんとかなると私は読んでおります。しかし殿も洛陽で粘られたものでございますな。俺には袁紹ほどの門閥がない。将に戻って兵を挙げてもせいぜい数千というところであろうしな。洛陽での数万を当てにして尻に火がつくという格好になってしまいましたな。口が悪くなった、赤旗も。それだけ私の中で殿は近くおなりなのです。とにかくすでに殿には監視がついております。たやすく将まで行けるとは思われますな。分かっている。言ったが、自分に監視がついているというのが曹操には衝撃だった。董卓をどこかで甘く見ていたのかもしれない。赤旗が進めたのはその夜の出奔だった。まず城門を抜けなければならない。赤旗は夜中にそれをやると決めたようだ。城門がどれくらい固く守られているか曹操はよく知っていた。短期であった。五個の者がどこかにいるはずだが姿は見えない。城門には篝が燃やされ守備兵が見え失礼守備兵が30、40に立っている。腹は決めていた。こういう方法でなくても城外へ出ることはできそうな気がするが、馬に乗った時から悪くないという気もしてきた。不意に地鳴りのような音が響いてきた。牛の群れだった。およそ6700頭はいるだろうか。それが城門に向かって走っているのだ。守備兵が慌て始めた。半数以上が牛を追い返そうと城門を離れてきた。別の方角で火が出た。油でも置いてあったのか、炎は凄まじく見上げるほどの火柱になった。それから火はまるで生きているもののように血を吐い城門に向かっていった。牛と兵が入り混じり収拾がつかなくなってきている。曹操は馬上から城門を見つめていた。牛に失礼火に追われた牛が城門にぶつかり始める。それぐらいで破れはしないと曹操は思った。2000、3000の牛の群れがぶつかっても無理だろう。しかし城門は破れず、なぜか開いた。開いたところから牛が駆け出していく。曹操も馬腹を蹴った。牛の群れの中に馬を乗り入れる。駆けた。曹操の姿を認めた守備兵が声を上げている。千円八甲位、曹操猛徳、わけあって洛陽を出る。大物は切るぞ、心せよ。駆け抜けた。すぐに五個の者の馬が二頭寄ってきて、牛の群れの中から曹操の馬を出した。あとは東に向かって駆けるだけである。赤姫、派手な出奔をさせたものだ。愉快だった。洛陽にいて、董卓の隙をつこうと思っていた自分が、小さいものにしか見えなくなっていた。天下に歯を唱えるなら、どんな強敵であろうと堂々と戦うべきだ。負けてもまた立ち上がればいい。最後に立っていたら勝者であり、それは万民が認める勝者でもあるのだ。姑息な勝ちを得るより堂々と負けた方がいい。賭けた。どれほど馬が早く賭けようと、自分が出奔したという知らせは頭上を越えて行く先に届くであろう。のろしの合図が上がる。しかし関所で自分を遮ることができる者が一人とでもいるのか。
遮れるわけがない。遮らせもしない。夜明け、原野、馬の汗が飛び散り始めている。身を切るような寒さだが、曹操の全身は燃えていた。百里、約40キロほどかけたところで馬が潰れた。飼い馬を探している余裕はなかった。街道を徒歩で急いだ。すでに日は中天にかかっている。夕刻、先行していた五個の者二人が飼い馬を用意してきた。すでに逃亡人曹操という触れが関所や砦には届いています。莫大な賞金もかけられています。面白い。この曹操を生け捕りに、この曹操を手取りにしようという者がいたら、配下に加えてやってもよい。夜更けまでの街道をかけ、感動に入って仮眠を取った。五個の者二人を先行させる。他の者は追撃をくらませるために、考えうる限りのことをやっているはずだ。夜明けまで曹操は深く眠り、目覚めるとすぐに馬に乗った。感動をかけていく。明るければ感動でも踏み迷うことはない。五個の者が新しい馬を引いてきた。潰れかかった馬を変え、さらに走った。すでに洛陽から200里、約80キロ。しかし、目指す庄までは洛陽から800里、約320キロである。まだ半分も進んでいなかった。古老館、厨房と関所は交わした。感動に20名ほどの兵がいた。見張りに出ているようだ。こちらは五個の者が二人いるだけだ。先に出ようとした五個の者を押しとどめ、曹操は前に進んだ。兵が檄を突き出し、道を塞ぐような体勢を取った。声援八公位、曹操猛徳である。道を開けよ。洛陽にいる逆賊董卓を討つために、庄へ戻るところだ。曹操と名乗られて、兵たちは動揺したようだった。わしがつけるか？その檄で。武器は逆賊に向けるものぞ。進んでいくと、兵士たちは二つに割れた。曹操は堂々とそこを通った。一人だけ叫び声を上げて檄を出そうとした者がいたが、睨みつけると弾かれたように下を向いた。夜更けまで駆け続けた。行く手を遮る者はただ踏み越える。逃げも隠れもしない。天命があるなら、庄へ帰り、兵を挙げることが必ずできる。鬼神のごときお顔でございますな。声をかけられた。林の中から出てきたのは関飛だった。ここはもう安全でございますぞ。殿のもとへ駆けつけようという若者が100ほども集まっています。殿の出奔が知らされたらそうなったのです。関飛は旅の商人のような身なりをしていた。何も言わず関飛に目をくれてうなずいただけで、曹操は馬を進めていった。はい、一部以上でございます。ちょっと失礼しますね。すいません、ちょっとところどころね、読みミスがあって申し訳ございません。はい、なんとかねスムーズに読めればいいなということでございますけども、まあやっぱりね、練習してやるのがベストなんだなとは思いますけどもね。はい、まあ初見朗読っていうのは、まあ聞いてる方も含めてね、初めての体験を共有するというところに面白みがあると思いますので、そういう形で今後も進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。延長の方はどうだろうな、自動でやってくれるのかな。ここちょっと重要なところですね。それではですね、2部読んでいきたいと思います。2、100騎ほどを率い、呂布は洛陽を巡回していた。呂布は名前でございます。主人の提言は平州の志士長官だったが、大将軍家臣の召し出しに応じて5000の兵で洛陽に出てきたのである。霊帝崩御の時だった。執勤後警視総監となったので、呂布の仕事は洛陽の巡回という退屈なものだった。
大将軍家臣が殺され、次に宦官が誅殺され、董卓が洛陽に入ってきても提言は動こうとしなかった。洛陽が乱れなければいい、それだけを提言は考えているようだった。たとえ董卓の兵でも暴れれば取り締まる、難しいことは何もなかった。2、3度まともにぶつかったりしたが、その場で10人ほどの首を切り飛ばすと、もう呂布の巡回を遮る者はいなくなった。それでも董卓の兵の乱暴がなくなったわけではない。呂布がいないところでは日増しに暴虐の度はひどくなっているようだと。おとなしくさせるためには董卓をぶった切ればいいと呂布は思っていた。もっとも兵が暴れるのは嫌いではない、提言に命じられた仕事だからやっているが、呂布も暴れたい方だった。呂布は提言の下で問い隊長の一人をしていた。提言には可愛がられ、親子のちぎりを結んでいる。提言がそうしようと言ったから従った待てた。誰かを切りたい、馬上で呂布はそういうことを考えていた。兵州にいる宰相を呼ぶことを提言に禁じられているのが面白くなくなってきたのだ。いつも任地へ宰相を呼んでいたわけではなかった。死ぬまでに一度洛陽を見てみたいと妻の楊が言ったことがあった。それを呂布は余語と思い出した。今ならば見せてやれるではないか、そういう思いが募って提言に許可を求めた。笑われた、次に怒鳴られ、そして諭すように叱られた。どれも理屈にはなっていないと呂布は思った。洛陽には大臣たちがいる、貴族と呼ばれる人間も多分いるだろう。その他に将軍たちがいる、自分にはあまり関係のない人間たちだと呂布は思っている。もともと五原郡の郷土との国境で生まれ育った、馬が友だった。郷土と共に草原をかけたこともあれば、戦いの相手になったこともある。呂布が育ったところは郷土の土地になったり官の土地になったりしたのだ。12歳の時に戦に出て人を殺した。殺さなければ生きて帰れなかった。必ず生きて帰れと母に言われたのだ。戦で死んではならぬとも母に言われた。母は郷土の人である、父は知らない。10歳の時母から一振りの剣を与えられた。父のものだろうと思ったが、それを吐く喜びより母から一人の男だと認められたことの方が嬉しかった。剣を与えられてからは母は呂布を宝仙殿とあだ名に殿をつけて呼んだ。戦に出て手柄を立てれば大将から何かもらえた。もらうもので母がいくらか楽になるだろうと考えて戦に出たのだ。それを母は喜ばず、むしろ学問をさせたかった。学問で暮らしは楽になりそうもなかったが、母が喜ぶ顔を見たくて文字を学び、何冊かの書物も読んだ。母が死んだのは14歳になろうとしていた頃だ。呂布を見つめながら母は死んでいき、呂布は丸2日間遺骸のそばにいた。泣きはしなかった。泣くのは男ではないというのも母の教えだったのだ。それから布で包んだ母の遺骸を抱いて郷土の土地へ行った。母の生まれた山、何度も聞いて心の中で想像し、馴染んだ場所のような気がしたが、そこへ行くのは初めてだった。5日間歩き続けて呂布はそこへ着いた。布は戦の手柄で与えられたものだった。殺し合った郷土の者たちもいたが、誰も呂布に手を出そうとはしなかった。山のふもとに母を葬るときは200ほどの騎馬の軍が遠くから見守っていた。それが母が出た一族の総勢のようだった。歩いて五原郡へ帰ろうとしていた呂布に、その一族の一人が馬をくれた。白いひげを蓄えた老人で、お前の母にやる馬だとだけ言った。その馬は8年後に戦の時に死んだ。
いくら学問をしても喜ぶ母はいないので、呂布はそれから戦の中で暮らしてきたようなものだった。波外れて体が大きく、呂力も強かった。それ以上に飛んでくる矢がはっきりと見えて、寸前でかわすことはおろか、かわしながら手で掴み取ることまでできるようになった。呂布が使う劇は力自慢の兵でも振り回せない。剣は母から与えられたものは飾りとし、戦場では四本の剣を打ち合わせて作ったものを使った。戦場での働きを兵衆の志士提言に認められ、問いに任じられて常にそばに置かれるようになった。提言は口うるさい男だった。酒の飲み方から衣服の乱れまで、いつも呂布に目を配っていて叱りつけるのだ。自分しか見ていないのではないかと思ったほどだ。そういう頃、ようにやった。宮殿のある村に駐屯した時見かけたのだ。母が生きていると思ったほどだった。顔が似ているというのではない。そのくせすれ違っただけでも懐かしさのようなものでどうしようもなくなった。呂布は思い悩んだ末に決心して世をさらった。そうする以外、女をどう扱えばいいかわからなかったのだ。気を失っていた陽が気づくと呂布を叱りつけた。どうしていいかわからず、呂布はじっと座ってうつむいていた。妻にしたかった。理由を何度も聞かれ、呂布はようやくそれだけを言った。陽はそれから3日間、一言も喋ろうとしなかった。どうしていいかわからず、呂布はただ食べ物と水を運んだ。体を洗うための水さえ毎日取ってきた小屋まで運んだ。毎日さらってきた小屋まで運んだ。陽はすべてに手をつけなかった。4日目に呂布は陽の前に座り、水を飲んでくれるように頼んだ。このままでは死んでしまうかもしれないと思うと、自然に涙がこぼれ落ちてきた。母が死んだ時でさえ流さなかった涙だった。5日目になって陽は水を飲み、体を洗ったようだった。それから呂布を呼んだ。初めて知る女の体だった。あれほどめくるめくような思いは生まれて初めてのことだった。一度きりだと陽は言ったが、呂布はそれを我演じなかった。他のどんなことにも耐えるが、それだけは耐えられないと思った。陽は呂布より11歳年長だった。それを陽は何度も言ったが、呂布には妻にしてならない理由になるとは思えなかった。陽が折れた。呂布はようやく義理の親子となっていた提言に報告に気になった。許しを得るなどという気はなかった。提言が許さないといえば切り捨てるだけだと思っていた。提言は初め呂布を叱りつけたが、すぐにうなずいた。うなずかれた後に、自分が刀の柄に手をかけていたことに呂布は気づいた。宮殿の城内に家が与えられた。陽はすぐに娘を産んだ。陽が言うことは母が言うことと違っていた。例えば戦に出たら必ず功名を立てろと言った。それで暮らしは豊かになり、娘も立派な家の子になるというのだ。男の務めとはそういうものだというのが陽の考えだった。呂布は提言に願い出て300の騎馬隊を編成した。それには郷土のものも多く入っていた。今まででその騎馬隊で立ち割れなかった陣はない。提言の帰化で随一の隊長に呂布はなった。兵衆でその名を知らぬ者はいないほどだった。それを陽は誇りにしているようで、娘にもいつも言って聞かせていた。以前より大きな家に住み、使用人も5人いた。これでいいのだと呂布は思っていた。宮殿では金持ちの商人か提言しか呂布以上の生活をしている者はいなかったのだ。洛陽で功名を立てて来いと出発するときに陽は言った。そのつもりで呂布は300騎のすべてを率いてきたが、大きな戦はなかった。洛陽の巡回だけが仕事なのである。戦が起きそうな気配はあるのだが、誰も起こさず将軍として近衛軍を指揮していた者も1人2人と洛陽を出て行った。
こんな状態ならば妖を落葉に呼んでも何の不都合もないと思った。それが許されないのだ。提言は昔から自分には必要以上に厳しかった。そんなことを考えながら呂布は巡回をしていた。人が逃げ惑っているのに出会った。300ほどの領収兵がまた暴れているようだった。300もいると100機ほどしか率いていない呂布をそれほど恐れている素振りも見せなかった。むしろ日頃の恨みを晴らそうとでもいうような顔つきをしている者が多い。呂布はまず執権後の隊であることをそばの者に名乗らせた。そうするように提言に命じられていたからだ。すいません、ちょっと失礼。何が執権後だ、落葉は東卓軍のものだということを知らんのか。そういう声が返ってきた。檄を取り呂布は前に進み出た。散るか、それともここで死ぬか。そういった時、矢がうなりと共に飛んできた。馬上で身をかわし呂布はその矢を片手で掴み取った。これがお前らの返事だな。手の中で二つに折った矢を呂布は投げ捨てた。先頭にいた数十人が剣を抜いて呂布に突き抜けてくる。呂布は随と前へ馬を進め檄を頭上に上げた。馬腹を蹴る。檄を振り回しながら300人の中を駆け抜けた。14、5人が倒れていた。誰もが立ちすくんでいて動く者はいない。ふん、この呂布宝泉の檄を受けられる者が領衆の腰抜けの中には一人もおらんのか。言い放った呂布が再び馬を戻した。5、6人が倒れただけだった。身をかわすというよりみんな逃げたのである。不意に呂布はカッとした。こんな腰抜けどものために毎日落葉の中で退屈な巡回をしていなければならないのだ。捕まえろ、逃げる者、歯向かう者は切れ。部下にそう命じ檄を突き出してかけた。呂布一人に気を飲まれていた領衆兵である。100機ほどで襲いかかってもすぐに散を乱した。劇に触れてくる者を二人三人と切り倒し、突き倒ししながら、呂布は全く別のことを考えていた。祭司を呼ぶこと、提言はなぜ許そうとしないのか。腹が立った。腹立ち紛れに振り回した劇で、領衆兵一人の体が完全に二つになった。それで、領衆兵は抵抗の気力さえ失ったようだ。みんな、剣を捨てた。すでに100人近くが倒れている。そこの20人を前に出せ。呂布は低い声で言った。前に押し出された兵が呂布の顔を見て怯えの表情を見せた。馬腹を蹴った。かけながら呂布は20人の首を飛ばしていった。浸透していた血の匂いだけが強かった。縄を打って引き立てろ。残った領衆兵に縄が打たれている。呂布の気持ちはもう静まっていた。血の匂いがそうさせたのかもしれない。提言にどう言い訳をすればいいか呂布は考え始めた。どうせやり方が荒っぽすぎると言って叱りつけるに決まっている。見せしめのために必要だった。そうよと呂布は決めた。領衆兵も今後はいくらかおとなしくなるだろう。それは提言も認めるはずだ。A 社に戻るとすぐに提言に呼ばれた。呂布は決めていた通りのことを言った。提言はそれほど叱らず、上に立つ者がむやみに人を殺してはならんのだということを繰り返し言い聞かせてきた。では父上はどうやって領衆兵が暴れているのを防ぐと言われるのですか。父上とはそう呼ぶように言われているから呼んでいるだけのことだった。父という言葉に心に響くものは何もない。だから命じられると何も考えずにそう呼べた。それは今東卓殿にも何度も申し上げているところだ。東卓殿もなかなかそこまでは手が回らぬらしい。巡回の人数を数倍にしようか考えていた時だった。そうしたところで領衆兵は抑えられるはずはない。力、それこそが全てなのだ。強い者に弱い者は従う。今の東卓がまさにそうではないか。
呂布は丁原が董卓を苦々しく思っていることを知っていた。それでもまともに戦を挑むことはできずにいる。勝てはしないからだ。ならば執権後の職も放り出し、他の将軍たちのように洛陽を出ればいいではないか。平州へ戻ることになる。それについて呂布には文句はない。陽がいる、娘もいる。洛陽を見せてやる機会はいつかまたあるだろう。丁原がなぜ執権後の職にしがみついているのか呂布には分からなかった。董卓と戦うのならまだ分かる。執権後をいくら熱心にやったところで、やがて董卓は丁原を辞めさせるだろう。それから平州へ帰ることができるのか、すべての職を取り上げられてしまうのではないか。すると平州へは自分一人で帰ることになるかと呂布は思った。帰ることはできても、ように楽しい思いをさせてやることなどもうできなくなる。いいか息子、お前は耐えることを覚えなくてはいかん。今は洛陽がお前を耐えさせているのだ。家族のことはしばらく忘れろ。洛陽を沈めることだけを考えろ。執権後の帰化は2万を超える。それは董卓に次ぐ勢力だった。戦となれば董卓に不満を持っている者はこぞって丁原につくだろう。互角の戦ができるかもしれないのだ。その口惜しさも呂布にはあった。董卓を切らせてください。それもならん。何ということをお前は言うのだ。洛陽には帝がおられる。その下で平穏な洛陽を作ることこそが臣下たる者の務めだ。董卓を切れば。そうなるのではありませんか。帝といったところで、ついこの間までの帝は廃されたばかりだ。肝が小さいので董卓が気に入らなかったのだという噂だった。そしてその弟でまだ子供の姜を勝手に帝にしたのである。董卓が勝手にすげ替えるような帝がなぜ大切なのかも呂布には分からなかった。徳ということを丁原は言い始めた。徳でどうやって相手を倒すのかと呂布は思った。相手を倒すのも自分を守るのも力だけではないか。少なくとも直属の300騎はいつもそう教えている。今は300騎を500騎に増やそうと新兵の訓練をしているが、力のない者はそこで死んでいく。当たり前のことなのだ。それ以上呂布は丁原に言い返せなかった。言い返さなかった。18歳で丁原の元に着き10年である。何を言っても丁原が相手にしないことは分かっていた。董卓から呼び出されたのは翌日だった。宮中とは別に執務のための館がある。洛陽の祭り事はそこで行われていると言ってもよかった。人の出入りも多く、警備は厳重である。行きたくないと言った呂布に、行ってこいと命じたのは丁原だった。俺を殺す気か、そう思ったが言わなかった。どれほど厳重な警備であろうと、身一つで破って出ていく、身一つで破って出てくる自信がないわけではない。館の守備兵は呂布を見て息を呑んだ。剣を預けろという者もいたが、ここは宮中ではないと呂布は断った。館の中にも守備の兵はいくらかいた。思ったほどの数ではない。董卓のいる部屋に通された。20人ほどが董卓の両側を固めているだけだった。殺すには造作もないではないかと呂布は思った。董卓は残忍な顔をした太った男だった。こういう顔は嫌いではない。こういう顔をした大将は胸のすくような戦をする。殺して殺し尽くす戦だ。丁原では相手にもならないだろうと思った。わしが領主から連れてきた兵は、やっていいことと悪いことがわからん。それを120、30も切り殺したそうだな。呂布は黙って董卓を見つめていた。お前のような男が執権後のもとでただ問いをしているというのは全く惜しい。わしのもとにいればすぐに将軍にしてやるところだ。想像したような傾きではなかった。董卓の残忍な顔がにやりと笑った。望みは？
兵州へ帰ることです。なぜだ。兵州には家族がいます。不意に東卓が弾けるような笑い声を出した。兵州か、家族か、それはいい。しかし将軍、なぜ家族を落葉に呼ぼうとは考えぬ。執権後の許しがいただきません。なぜ。わかりません。そうか、提言には提言の考えがあるのだろう。ところで将軍、わしが与えるものを受け取らぬか。死以外ならば。死だと。これはまた無双の将軍が面白いことを言う。わしがお前にやろうというのは馬だ。ただの馬ではないぞ、セキトという。この世に二頭とはおるまい。ただし乗りこなせれば。だがな。乗りこなせなかった馬はいません。大言を吐くの。将軍ならそれぐらいが良いぞ。この世には二通りの人間しかおらぬ。勝つ者と負ける者、将軍は常に勝たねばならん。まあよい。庭に馬が引かれてきているはずだ。庭に案内された董卓も20人に守られてやってくる。幼い頃から馬と共に育ったようなものだった。今目の前にいる馬がどれほどのものか見ただけで呂布には分かった。はじめに考えたのは、これにまたがっている姿を陽に見せてやりたいということだった。それほどの馬だ。手のひらにじわりと汗がにじみ出してくるのを呂布は感じた。乗ってみろ将軍。乗りこなせたらお前にやろう。昨日の働きの褒美だ。呂布は関戸に一歩近づいた。関戸が呂布を見ている。俺を測ってやがる。呂布はそう思った。自分を測ろうとする馬に出会ったのも初めてだった。俺に乗られるためにお前はここにいる。二人で暴れ回ろうではないか。心の中で呂布は関戸に呼びかけた。俺ならば誰よりも見事にお前を走らせてみせるぞ。俺が乗ることでお前は馬の中の馬になるのだ。手綱を取った。かすかに関戸は耳を動かした。首筋をひと撫でし、呂布は無造作に関戸に乗った。おとなしくしていた。庭の端から端まで走らせてみる。心が踊った。そういう馬だった。董卓が手を叩いている。これを私に。関戸を降り、片膝をついて呂布は言った。立派なものだ。人中の呂布、馬中の関戸。将軍、実に見事なものだぞ。董卓は太った腹を震わせていた。第2部以上となります。一旦休憩でございます。すいません、ちょっと喉がいがらんでしまってね。なんかちょっと声が変な感じになってる。ちょっと僕の喋ってるとね、変な感じになってるんですけど、聞いてる方はいかがでございましょうか。大丈夫ですかね。はい、パチパチの方ありがとうございますね。ちょっとね、いつもよりなんか咳が多めになってしまってるかな。大丈夫ですかね。ありがとうございます。どうもね、曹操さんといい、ここで新登場した呂布、ついに登場ですね。画像には用意しておりませんでした、すいません。炎章と董卓は追加したんですけど、まあ呂布が出てきてもおかしくないタイミングであったんですけどもね。ね、曹操さんもね、董卓もね、呂布もね、なんかみんな低い感じの声で読まなきゃいけないっていうような気がしておりまして、ちょっと困っておりますね。はい。まあそれ言ったら関羽もね、低い、なんかみんな声低いですよね。ちょっと僕的には炎章がね、楽で助かるという感じでございますね。ちょっともっと出てきてほしいですね。なんかキャラ的に高い声でも違和感がないというような印象がありますんでね。いかんせん名門の出でございますからね。あとまあ張飛は張飛でね、なんか喉にね、喉の負担が増えるという妙な感じでございます。はい、それではね、続けて第3部行ってみましょうか。今のところ劉備さんの出番がございませんのでね、そろそろ出てくるんでしょうかね。どうでしょうか。3、兵は集まってきた。孫権は赤い柵、赤い頭巾ということでございますね。赤い頭巾をかぶり、毎日兵を見て回った。調査の鎮定を命じられたとき、
周囲三軍も合わせて掃討した。その時、できる限り民政に気を使い、不正のあった役人はすべて処断してきた。それが今、人望となって孫権のもとへ人を集めている。孫権の機下一万、義勇兵一万となった時、北へ向かって進発した。前に北に向かった時と比べて自分は変わったと孫権は思っていた。初めから二万の軍勢を率いているというだけではない。前は何が何でもという気分だったが、今は自分こそがと思っている。董卓を叩き潰せる将軍は自分だけではないのか。つまり、自信だった。前は覇気に満ちていたが、自分がいなければという思いはなかった。他の者に遅れてはならないと急いていたのだ。俺は二万の軍を率いる将軍になった。それだけで終わろうとは思っていない。五万、十万の大軍を率いる将軍になるのも夢ではなくなっているのだ。飢えた狼ではない。志士としての誇りを持つべきだった。一万の騎下とは別として、新しく加えた一万には、まず軍旗を徹底させなければならなかった。進みながらそれをやった。兵の質は、動かしている時が最もよくわかる。百人近くを軍旗に反したと処断すると、見違えるような軍勢になってきた。まず、ぶつからなければならないのが、慶州志士の王衛だった。王衛は何も動こうとしなかった。それは文官だから仕方がないとも言えるが、慶州内での義勇兵の横暴、あからさまに止めるようなことまでしたのだ。それは、見過ごせない罪だ。もっとも、そのために義勇兵が孫権のもとへ集まってきたというのはある。文官の時代ではない、とも孫権は思っていた。文官が州の使者や軍の大使など、やれるわけはないのだ。下級の役人をやっていればいい。でなければ、宦官が横行した宮中のようになってしまう。公領に近づいた時、王衛から挨拶に来るように、という使者が来た。来いというのなら、言ってやろう。以前の孫権なら、地を低くして、多少の金などの献上品も用意しただろう。時の流れが見えていない男はどうしようもなかった。それで礼を失すれば、落葉にあれやこれやと告げ口をする。公領に入り、一隊を派遣して王衛を引き出してくると、何も言わずに切った。最後まで王衛は悪い夢でも見ているのではないかという表情をしていた。孫権の側近には四人の武将がいた。定府、郊外、関東、祖母である。いずれも名前でございます。義勇兵として五軍を出、各地を転戦する間に、主従の契りを結ぶことになった者たちである。その四人は、新しく集まった一万の兵につけた。これから実戦である。孫権が何を考えているか、最もよくわかっているのがその四人だった。孫宝は調査に残していた。子供たちはまだ幼い。調査を守る要はいるのである。それに、孫本が得意とする謀略は、今度の戦ではそれほど必要とされていない。後方支援の体制も整っているはずだ。南洋軍に入った。孫権が王衛を切ったという知らせは入っているはずだが、南洋大使は特に軍糧を用意するわけでもなく、ただ主演の支度をして待っていただけだった。これも無能な男である。孫権はためらわずに切らせた。これで道中のすべては殿の意を先へ先へと組もうとすると思います。残った役人たちも自分たちの仕事を懸命にやろうとするでしょう。帝府が言った。落葉が乱れれば地方はもっと乱れる。黄巾の乱の時にはただ震えていた役人ばかりだ。乱が静まると特権を振りかざして私腹を肥やす。そういう愚劣さは許さないと態度で示すべきだった。ロヨに演術がいるのだな。およそ五万。さすがに名門と言うべきよ。落葉を出奔して一声あげれば五万か。演術は声援八行為の一人だった。成り上がりの孫権には対抗心と負い目が同時にあった。近衛軍の隊長の一人なのだ。同じ声援八行為で異母系の演唱はもっと兵を集められるだろう。
まだ名門の力はある。しかしいずれそれもなくしてやる。孫権は密かにそう思っていた。今度の戦がその契機になるかもしれないのだ。2万の軍のうち1万は精鋭である。よくここまで慣れたものだと思う。慶州、揚州の豪傑で孫権の旗のもとに集まってきた者も少なくはないのだ。豪族の誇りをも捨てさせるほどに自分は強くなっていた。これからは地方の豪族と競うのではない。中央で名を馳せていた名門の男たちと功名を競うことになる。テフ、演術に甘く見られるな。たとえ2万でも10万に値する精鋭だということを身をもって示さねばならんぞ。演術の軍に対し、董卓も洛陽から軍を出そうとしている、という噂があった。当然出してくるだろう、と孫権は思っていた。まず、父に会い、次に商人たちに会った。義軍を募るにしても、財力が必要である。宗家の財力に、さらに加えるものとして、商人の財力を当てにするしかなかった。集まった財は、少なくなかった。冬、忠義という旗を曹操は掲げた。すでに洛陽で帰化にあった者たちのうち、200人ほどは駆けつけている。曹操は、集まってくる人を見ていた。今は、人数ではない。人数ならば、名門の袁紹、袁術のもとに集まるだろう。地方の軍の大使をしていた者たちも、もともとの軍兵を抱えている。今は人材を見極めることだった。少しずつ人は集まり始めた。いとこの加工屯、加工園がそれぞれ手勢を率いてきたし、宋一族の陣と孔もやってきた。若くして千円八公位となった曹操は、一族の誇りでもあったようだ。曹操は全国に、董卓討伐の挙兵を呼びかけた。曹操のもとに集まった兵は5000である。単独では董卓に、こうしようもんない。それは、袁紹も袁術も同じはずだ。誰がどう動くかは、曹操にはほとんど読めた。挙兵した全軍が集結すれば、洛陽の董卓軍よりもずっと多くなる。しかし、まとまりはなかった。董卓は、強引とも言えるやり方で、洛陽の兵をまとめているようだ。それに、領州からもかなりの兵を呼んでいるのだろう。大物の中で、曹操が読めないのは、益州の僕。長官、益州の僕として赴任していた、劉淵の動きだった。僕は、軍事に関する権限も持っていて、これまでの志士とはまるで力が違う。劉淵の提案で設けられ、自ら益州の僕を劉淵は望んだものだった。その気になれば、益州全体の大軍を動かせる。後鳥羽道に、連絡路を遮断されているらしいという話があって以来、消息は不明である。益州にやっていた5個の者が戻ってきた。曹操は詳しく劉淵の動向を聞いた。後鳥羽道は長路というものが頭目で漢中を抑えていた。そこが抑えられれば益州は孤絶する。しかし、長路と劉淵は手を組んでいる気配が濃厚だった。つまり、漢中の長路を間に置いて、漢王室の勢力下から離れてしまおうとしている。益州を別の国とするつもりか。そのようにしか思えません。軍の配備も、洛陽を攻めるものではなく、益州を守るためと申した方がよろしいでしょう。益州の劉淵に従わない豪族などは全て討滅されてしまいましたし。益州を別の国にし、戦とも離れる。そうなれば、肥沃な益州は富んだ国になる。それから先のことを劉淵が考えているのかどうか、漢王室に連なるものとして、いずれ軍を洛陽に向けようという意思があるのか、曹操の知っている劉淵はすでに老人だった。自らの一族のためだけに、益州に国を作ろうとしているのか、それとも、漢王室全体のことを考えているのか、いずれにしても、老界に立ち回っている。
ゴトベイドーとの関わりをもっと探れ。五個の者の一組は駅舎に貼り付けておくしかなさそうだった。太平道が36歩、歩は教区ですね。36歩で一斉に反乱を起こしたのと、ゴトベイドーのやり方は明らかに違うようだ。艦中から駅舎までをゴトベイドーが抑えるとなると、太平道の起こした黄金の乱どころでは済まなくなる。リュウエンがゴトベイドーの信者であるということは？それはないと思います。ただ、長老の母親は親しくリュウエンと交わっております。その母親も調べよう。今のところ、不実をなすこと、チョロの母親とは思えぬほど若々しく見えること、それぐらいしか分かっておりません。ほーん、若々しくだと？我らが見ても娘のようにしか思えません。石碑によると10年前も20年前もそうだったようです。会ってみたいものだな、一度。五個の者はふと仏教と強い関わりを持っている。しかし、ふとの建物など、洛陽に白馬寺というものがあるだけである。信者もほとんどが西方の月氏の人間だという。長老の動きも見落とすな。ゴトベイドーがどういう広がり方をするか知っておかねばならん。曹操は自分が天下に歯を唱えた時のことも考えていた。そのために何をなすかはまだ見えてくるものが少ない。見えたものは調べておくべきだった。今は劉円の動きとゴトベイドーである。曹公を呼び、五千の軍の訓練を始めるように命じた。たとえ五千でも自分の軍は盛況で勇敢でなければならない。公孫さんは毎日人数を数えていた。董卓討伐の義兵を募ると優秀の人間が次々に集まってきたのである。このところ優秀の反乱は全て抑え込んでいる。右岸からの侵攻も打ち払っている。それで評判は上がっているのだ。兵が1万を超えるともう勝ったような気分になった。董卓に勝ったし、董卓討伐のために集まった他の将軍たちにも勝った。にやりと笑ってみることもある。しかし、実際は誰にも勝っていないことも知っていた。袁紹や袁術という名門の将軍たちは数万という軍を組織するだろう。南には孫権という優将もいる。1万以上の兵を要していれば、そんな連中にも馬鹿にされなくて済むというだけのことだ。反乱の鎮定も劉備を客商に迎えてから急速に進んだのだ。自分一人だとまた北平軍一つで手こずっていただろう。ちょっとすいません、警察来てますね。あ、救急車ですね。事故でしょうか。再開します。全く劉備というのはこれほどの武将だったのかと今にして思う。昔共によろしく門下であった頃はそれほど目立たず温厚で、戦などと無縁という感じがあった。それが200の手勢で1000の敵を何度も蹴散らせてみせたのだ。関羽と張飛という二人の側近が普通の男ではなかった。天下には豪傑は多く、公孫さんは何人もの男を見てきたが、この二人に勝るものは知らなかった。劉備が羨ましいと思うことがしばしばあった。劉備を自分の家臣にしてしまえば関羽も張飛も手に入ると思ったこともある。しかしそれは言い出すことさえできない雰囲気だった。200の劉備の兵はいつも固まっていて、公孫さんの兵と一緒になろうとはしない。それを毎日張飛が怖い顔で鍛え上げている。関羽や張飛から見れば自分と劉備は対等なのだ。家臣になどと言い出すと侮辱したとしてその場で張飛に切られかねなかった。ただ劉備は世渡りがうまくない。公孫さんにはそう見えた。もうしばらくは客商としてうまく使っていられる。そして劉備が客商である以上、今度の出兵で他の将軍たちと御していけるだけの生産が公孫さんにはあるのだった。地方の将軍で終わるのだろうと思っていたが、この国の大勢力になる機が今訪れてきているのかもしれない。いつ南に向けて進発できるだろうか。ある日、公孫さんは劉備に聞いた。
兵の訓練が終わってからでしょう。誰か適当な武将を選ばなければなりません。関羽と張飛ではダメだろうかということを公孫さんは言い出せずにいた。どう見ても自分の機下にあれほどの武将はいない。自分でやるかという気にも公孫さんはなっていた。白馬将軍と呼ばれてきた。右岸との戦いで白馬で揃えた騎馬隊を動かしたからだ。その兵の訓練は自分でやり、白馬隊を見ると右岸が逃げ出すと言われるほどの精鋭を育て上げもしたのだ。劉備は客将としても来てくれるであろうな。天下の騎兵が集まっています。もとよりそのつもりです。今1万2000ほどになっている。新発までには1万5000は超えます。兵糧なども1万5000として用意している。それも知っております。私は公孫さん殿の旗本に勤めましょう。それは心強い。とにかく関羽と張飛がいるのだからな。なぜ劉備は関羽と張飛という二人の豪傑を臣下にしておけるのか。義兄弟だというが、どう見ても臣下だった。聞けば流浪の旅の連続である。大きな出世も望めそうにない。それでも関羽と張飛の劉備に対する態度は見ていて羨ましくなるほどだった。200の手勢も一途に劉備を慕っているように見えるいずれ将軍として名を馳せるかもしれない。ロシク門下の頃はちょっと鈍重な男に見えたが、人を引きつけるのは持っていたのだ。劉備が将軍として名を馳せるなら、それはそれでよかった。公孫さんは劉備が嫌いではないのである。冬の風が吹いていた。北兵軍の原野は山から吹き下ろしてくる風がことのほか冷たいのだった。ここの冬もこれきりだと風の中に立って公孫さんは思った。以上3部となります。一旦休憩となりますね。ありがとうございます。はい、どうもいらっしゃいませ。ちょっと12時を回ってしまいましたね。やはりやっぱ一章を読むのに1時間半というところでございましょうかね。はい、パチパチの方ありがとうございます。お昼休憩に入られる方もいらっしゃると思いますけどもね。僕は週末仕事なんで、今日はお休みということでございます。さて、それではですね、第4部読んでいきましょうか。どうやらそろそろ反董卓連合が結成の兆しが見えてきておりますね。この一巻でどこまで進むんでしょうか。はい、4。洛陽の臨戦態勢は整いつつあった。20万の兵はいる。率いる将軍たちも董卓の息のかかった者に次々に変えられた。呂布は相変わらずの巡回だった。董卓が軍を再編しようと、反董卓の軍が各地で組織されていると噂が流れようと、提言が考えているのは洛陽の中の治安のことだけだと思えた。呂布も巡回するしか仕事はないのだ。暴れ回っていた領州兵も戦を前にしてあまり町に出てこようとしなくなったし、たまに羽目を外している者も呂布の姿を見るとこそこそと姿を消すのだった。呂布は騎下の騎馬隊を500人増やしていた。シツキンゴの手兵にそれほどの騎馬隊が必要だったとは思えないが、呂布は自分で馬を20頭、30頭と手に入れた。馬を買うための金はいくらでもあった。騎馬隊を強化するようにと董卓から金が届けられるのである。それは董卓の元に入るのではなく、シツキンゴの手兵のままでいいのだという。提言は騎馬が増えていくことについてはしつこく呂布を問いただしたが、呂布は董卓の名は口にしなかった。商人などからは馬の供出があったということで押し通した。よいか息子、シスキンゴの使命は洛陽の治安を守ることにある。洛陽には帝がおられるので、シスキンゴの職もまた設けられているのだ。
私はこの職を誇りとしている。息子であるお前も誇りを持ってくれればいいといつも思っている。戦が近いのです、父上。誰と誰が戦をしようと。執権後は洛陽を守っていればいい。余計なことは考えず、帝がお心を騒がせないように努めればいいのだ。董卓を殺そうという軍が洛陽に突っ込んでくるかもしれません。それも執権後の兵が防ぐのですか。帝の許しがなく軍が洛陽に入ってくるのなら、執権後なる私がそれを止める。いくら言ったところで無駄なのだ。帝という董卓の人形をいくら大事にしたところで何を与えられるというのだ。ある時から呂布は提言に何も言わなくなった。しばしば城外へ出て500騎の騎下を走り回らせる。前に出る、引く、横に動く、騎馬隊で、それができなければならないというのが呂布の考えだった。郷土の騎馬隊はそうやって動く。だから人数が少なくても官兵に押しつぶされることはない。目的があってそんな訓練をしているわけではなかった。騎下に500いればそれは最も盛況な騎馬隊でなければならないと単純に考えているだけだ。それに兵を鍛錬していると気が紛れた。夜、営舎の馬屋で関戸と二人でいることがよくあった。呂布にとっては一人と一頭ではなく二人なのだ。関戸には宮原にいる陽の話をよくしてやった。娘の話もたまにした。母を郷土の土地へ埋葬に行ったという話もした。関戸は呂布の話をじっと聞いている。言葉が分かっていると呂布は信じていた。それにしてもこれほどの馬は見たことがなかった。いつかはこんな馬が欲しいものだと思い描いていた馬より全ての点で優れた馬だった。何より勇気があった。ひるむということを知らない。乗っていて行くぞと語りかけると手綱に必ず返事が返ってくる。友や兄弟以上だ。お前は早く俺のようにも合わせてやりたい。そう言っても関とはわかる。かすかに縦紙を震わせているのだ。営舎にはよく董卓からの使いが来た。使いは必ず李粛という男で、来るたびに高価な土産を持ってきた。そんなものを溜め込んでいてどうされるのです、将軍。土産をもらっても嬉しいわけではなく、部屋の隅に積み上げていただけだった。それを見た李粛がある時呆れたような声で言った。五軒の女はこの一つでももらったら踊り上がって喜びますよ。李粛は五軒の出身で郷里の話ができるので呂布も嫌ってはいなかった。女というのはこういうものを喜ぶのです。将軍の奥方が喜ばれるであろうと考えて董卓様は送られましたのに、こんなところに積み上げておくなどとは。陽が喜ぶ、呂布にとっては心が躍ることだったが、にわかに信じる気にはなれなかった。それでも李粛が勧めるので試しに真珠を10粒早馬で密かに届けさせてみた。その早馬が陽の返事を持って戻ってきた。信じられないというような喜びようだった。あなたの妻になってよかったと。竹簡、竹に書かれた書簡、この時代紙がまだないんですね。竹に書かれた書簡には二度も書いてあった。呂布は董卓からの土産を全部陽に送り届けた。あまり奥方を喜ばせてはおられなかったのですな、将軍は。李粛にそう言われたことがひどく気になった。どうすれば喜ばせることができるのか聞くと、洛陽に館を構え、いい暮らしをさせてやることだろうと李粛は答えた。提言が陽を呼ぶことは許すはずはなかった。呂布はただ、夜ごと関戸にいろいろ語ってみるだけである。提言様にも困ったものです。宮中に董卓様の兵を入れてはならぬと京兵に言ってこられました。これでは董卓様と提言様の戦になりかねませんな。無論提言様は押しつぶされてしまうのでありましょうが、
外の敵を前にしての内輪の争いで董卓様は心を痛めておいでです。戦とはにわかに信じがたい。避けられるものなら避けようと董卓様は考えておられます。首一つ、提言様の首一つで内輪揉めは避けられます。呂布が睨みつけると李宿の顔色が変わった。呂布はにんまりと笑った。失礼、呂布はにやりと笑った。俺は人の首を一つ飛ばすことぐらい何とも思わん。李宿の体が小刻みに震え始めた。呂布はじっと李宿を見つめたままだった。剣など使わず手でねじ切ることもできる。呂布ども、軽々しいことはなさいますな。私は剣を使ったこともない人間ですぞ。呂布は李宿を見つめ続けていた。董卓殿に伝えてくれ。この呂布は持って回った言い方は嫌いだと。今シツキン号が董卓殿の軍にいろいろと言っていることは知っている。それによって戦になることなどまずあるまいが、董卓殿もいろいろと苛立っておられるのだろう。提言が宮中の警備もシツキン号の仕事だと言い始めたことは確かだった。それについて話し合いをしたいと董卓側に申し入れているという。また仕事が増えるのかと呂布は思っただけだった。この2日ばかり提言とは会わないようにしてきたのだ。洛陽で関都などは乗り回すなと言われた。洛陽の巡回は小さな馬でいい。関都などはいたずらに住民を怖がらせるだけだ。その言い方が呂布には納得できなかった。誰も関都から自分を下ろすことなどできないのだ。李宿殿、首一つと言ったな。呂布殿、言葉のあやです。私はそういう言い方ばかりしてしまうので誤解されてしまう。呂布が腰を上げると李宿は全身を震わせた。呂布は部屋の隅の壺から水を汲んだだけだった。語源の話でもしないか。李宿殿、このところつまらん話が多い。そうですか。李宿は額に大粒の汗を浮かべていた。その夜、呂布は関都としばらく話をし、そばで眠った。翌日は朝から巡回だった。関都に乗ることはやめはしなかった。巡回で率いていく百騎は自分の騎下ではない場合が多い。そういう巡回をする隊が10余りある。あとは交代で辻々を見張っている。城門の固めは董卓の軍である。午後からは自分の騎下を城外の鍛錬に出した。兵だけではなく、馬も鍛えておかなければならないのだ。思う通りに騎馬隊が動くので、呂布は上機嫌で営舎に戻ってきた。夜間の外出は禁止されているが、シツキン号の手兵は別だった。外出している者を捕らえるのもシツキン号の仕事である。呂布は騎下の500に待機を命じた。軍装のまま眠らずに待つ。よくやることだった。一人で関都にまたがり、シツキン号の営舎まで行った。闇の中でも関都の大きさはよくわかる。咎め立てする者はいなかった。シツキン号の営舎の衛兵などは居住まいを正している。黙って呂布は営舎に入っていった。シツキン号の部屋にはまだ明かりがあった。宝泉です。あざなだけを言い呂布は部屋に入った。お、何事だ、こんな夜更けに。父上の首をいただこうと思いましてね。提言が顔を上げた。なぜだ。董卓が欲しがっているからですよ。董卓の犬になったか宝泉。このところいい馬に乗り、部下の馬も揃えている。もしかするとそれも董卓に贈られたものか。あまり気にされますな。父上には金がなく、董卓には金がある。それだけのことです。お前は本気なのだな宝泉。提言は椅子から動かなかった。じっと呂布を見つめているだけだ。人の上に立つ者として私はお前にいろいろと教えてきたつもりだ。何をなせばよいか、何をしてはならぬか、お前は荒くれだったが、どこかに優しさを持っていた。
だから私が愛情を持ってやっていることは必ずわかるとも思っていた。禁じられることの方が多かった。俺のような男は禁じれば禁じるほどそれを破ろうとするものですよ。人には禁じられるものがなければならんのだ、宝泉。でなければ虎や熊のようなものに過ぎなくなる。お前は人なんだぞ、宝泉。立派な軍人でもある。父上の生き方は父上だけのものにしておかれればよかった。俺にまで押し付けることはなかったと思います。そうか、お前が私を切るのか。見事に切ってみせます。父である私を切れるのか、宝泉。俺にとって父という言葉は何の意味も持ちません。それすらあなたには分かろうと、それすらあなたは分かろうとしなかった。丁原は呂布に目を据えたまま動かなかった。呂布は静かに剣を抜き横に払った。丁原の首が呂布の左手に飛んできた。それをつかみ呂布は持ってきた布に包み込んだ。首のない丁原はまだ椅子に座ったままだ。早朝、呂布は騎下の騎馬隊に出動を命じた。300は出勤後の営舎の前に散会させ、200を率いて董卓の館に向かった。人が出始めている。呂布の隊だと知ると慌てて道端に避ける。他の隊よりずっと動きが早いのだ。董卓の館では衛兵が槍を構えて遮ろうとした。さすがに呂布に向かって突きかかろうという無謀な者はいなかった。李祝が顔を見せた。董卓殿に取り次げ、かねてより御所望の土産を呂布が持参いたしましたとな。李祝が慌てて引っ込み、しばらくすると出てきて衛兵を下がらせた。首の包みをぶら下げ、呂布は席と降りた。あから顔をした董卓は早朝だというのに油ぎった表情をしていた。左右には20人ほどの兵を立たせている。董卓様への土産を手に入れるため私は主君を失いました。包みを董卓の前に置き解いた。そこまでして土産を手に入れてくれたのか、将軍。私は浪人です。そうだ、浪人だ。その浪人を私が将軍として迎えることに何の問題もあるまいな。出勤後の手勢はまとめて董卓様の軍に加えますが、我が騎下の500だけはそのままとどめたいのです。それはよい、ぜひそうしてもらいたい。さぞかし盛況な軍団になるであろう。弊社も将軍の望むままにしてよいぞ。ありがとうございます。それから将軍の館だ。呂布将軍の館として恥ずかしくないものを李祝に探させよう。五軒の奥方には迎えを出す。呼び寄せるのではないぞ。こちらから迎えの者たちを出すのだ。やっと陽に会える。呂布はそう思った。迎えの者たちを見て陽はどういう表情をするだろうか。将軍、いや呂布、いや、呂布宝泉。これからはわしとお前は父と子だ。猛勇なせがれを持ってわしは誇らしい。父という言葉にやはり心は動かなかった。それでも董卓が最高の扱いをしていることは分かった。それに対して呂布は頭を下げた。以上、落葉内外というお話でございました。はい、ついに董卓と呂布が手を組んでしまいましたね。今回は呂布会でございましたね。呂布の話が非常に長かったですね。これでしたら呂布の画像を用意すればよかったかなと。下見をしない男はね、こんなことを考えているという次第でございます。はい、ちなみに呂布の娘っていうのは確か出てくるのかな、キャラクターとして。ちょっとこの小説では分からないんですけどもね、ちょっとそちらの方にも期待したいなというところでございます。
それではね、皆様お疲れ様でございました。本日の三国志朗読、これまでにいたしとうございます。本日もご来場の方ありがとうございました。こちらの放送の方失礼いたします。